こんにちは、ジローです。今回は AMG、 なんとすっごい車があるんです。行ってみたいと思います。わおわお、これは AMG の GT のレーシングカーじゃないか。メルセデス AMG GT トラックシリーズ。おお、見てん、このシート、反射しちゃってるね。しかも真ん中のコンソールも全部カーボンですよ。あらららら、もう本当レーシングカーじゃん。ハンドルも見えるかな、こんな感じになってます。すごい。あららら、これ一応市販車なんです。あ、そうなんだ。買っても公道では乗れない。え、トラックシリーズ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 。これそのままいくなんて、うちの GT ブラックと一緒じゃん。一緒。これは AMG GT。 センターロックよ、これ。ほら座れそう。でも中も一緒やな、あれ。マフラー横からですよ、めっちゃ渋い。あ、渋いね。このシールの貼り方が良くない？すげえ。ちょっといいな、これ。ウィングはやっぱりレーシングカーの、でかい。この上でお昼寝ができそうなぐらいでかい。すごいじゃん、ちょっと。もうね、僕はやっぱここは堂々と入れますね。それは？これはベストオブザグリーンヒルって書いてある。合ってないけどね。はい、今度はこれ。これ日本でまだ見てないかな。AMG の C63S。この新型の C63 の AMG です。これは680馬力もあるもん。しかも2リッターのエンジンと、あと多分これ電気もあるんだよ。そう、多分これがエンジン476馬力で、モーターが204馬力足して680。で、これだね。おそらく電気だけで走るのが13キロ、0100 3.4秒。で、オプションで最高速280キロでリミッター。いやいやいや、これすごいじゃん。初めて見たな。あ、こういう感じ。うん、いや、かっこいいな、これ、マジで。シートベルトの赤くなって。え、やばくない？かっこいいですね。で、デカールのところに AM あー、いい、いい。はい、これ、後ろかっこいいな、ディフューザーと。俺のクーペが出たら買おうかな。はい、これ何か分かりますかね。 F1 のセーフティーカーなんです。ただ
よくなんか見てない。そう、これブラックシリーズ。嘘、ほんと。ほら、まず顔それでしょ、このリップもそうでしょ、まあ、ボーラもこのボンネットだってそうじゃない。ほら、ここもそうだし、これほらね、で中もほらオレンジのやつが入ってるよ、ね、で屋根のところはちょっとなんかあんまり見慣れないものがついてるけど、そうですね、うん、見てごらん、ブラックシリーズ、ブラックシリーズ、F1 のセーフリーガン、セーフリーガンで使われるんだ。まあ、これが全開でサーキット走っとったって F1 は女しながらついてくるみたいな。すっげえ車あるわ。AMG1 AMG1 言うてね、エンジンが F1 のエンジン、 F1 のエンジンだったけど、もうそれも、もう超 VIP でないと買えないんちゃう。しかも排気量が16cc、 V6 の 1.6 リッターで、782馬力やばいよ。初めて生で見ます。バックの天禄カーボ、天禄カーボで352キロ。乗り心地どうなんだろう。これ車高こんなだよ。4本入らない。あら、だいぶ低いですね。これはファンタスティック。これあの GT のさ、もう一個なんか限定があって、こういうカラーリングのやつで、この MG1 が発売されないと買えない。これ見た。おお、 F1 が置いてあるじゃん、ほら。違うから分からんかった。なんちゃってもええとこやな、これ。